ミッキー・ルーニー演じる。ユニオ氏はトルーマン・カポーティの短編小説、ティファニーで朝食を、およびこの小説をもとに作られた同名映画に登場する日系アメリカ人、日本人の男性である。口述するように小説と映画では、その描写が大幅に異なり、映画の方は典型的な人種差別描写として批判された。主人公、ホリー・ゴライドリーと同じアパートに住む、 日系人2世の雑誌カメラマンという設定であり、彼がアフリカで撮った写真からアフリカへ渡ったホリーの消息が語られるという筋立てとなっている。ホリーに対しては好意的である。登場人物のジョーベルはユニオシをジャップと呼ぶ部分がある一方、語り手の私はユニオシのことを差別的に語っていない。ユニオシの名前の由来は20世紀前半のアメリカで、 活動した日本人画家の国吉康夫ではないかと言われているミッキー・ルーニーが演じた映画版のユニオ氏のキャラクターは監督のブレイク・エドワーズの創作と言われる映画版ではホリーと同じアパートに住む日本人カメラマンという設定だけは原作と似ているが以下の部分で描写が異なるこうした映画版の描写について村上由美子は 太平洋戦争前後のアメリカにあった日本人を先天的幼児とみなす風潮と関連づけている。映画が公開された当初はユニオ氏については好意的な評価があったが、1990年にはボストングローブが攻撃的で歪んだ民族描写と批判した。1993年にはロサンゼルスデイリーニュースも攻撃的なステレオタイプであり、 侮辱と傷をもたらしたと批判するなど、映画版ユニオシへの批判が相次ぐ。ニューヨークのブルックリンブリッジパークでの映画祭で、この映画の上映への反対運動が起きた際、ニューヨークデイリーニュースでは反対運動に同情しつつ、過去のアメリカが犯した人種差別の歴史を隠さずに直視すべきだという意見が載った。ありがとうございます。